随伴現小説の説明。左からそれぞれ相互作用説、随伴現小説、平行説。P は物理的な状態、M は心的な状態を表す。随伴現小説とは、心の哲学において物質と意識の間の因果関係について述べた、形状学的な立場の一つで、意識やクオリアは物質の物理的状態に付随しているだけの現象に過ぎず、 物質に対して何の因果的作用ももたらさないというもの。物質と意識を別の存在であると捉える二元論の立場を取りつつ、意識の世界で起こる反応には、必ずそれに対応する物質的反応が存在するという考え方である。追反現症説と対立する立場に相互作用説がある。工場の稼働状況と煙突から立ち上る煙の関係。 随伴炎小説の考え方を説明する場合、例え話として、工場と煙の話が使われることが多い。ここでは煙突を持った、ある工場について考えられる。この時工場の稼働状況と、煙はどんな関係にあるだろうか、という問いに始まる。工場で生産を始めると煙突からは、煙が昇り、生産を止めてしまえば煙も止まるだろう。つまり煙の状態は、 工場の生産状況によって決まる。しかしこれと逆のことはあるだろうかという問いに展開する。つまり煙が出てきたことが原因となって、突然工場が生産を始めたり、煙がなくなったことが原因となって生産が勝手に止まるなどということがあるだろうかこうしたことは普通は起きないだろう。つまりこの時、原因と結果のつながりは、工場から煙への一方向だけであり、 煙から工場に対しては何の因果的作用もない。以上の関係をまとめると次のようになる。随半減小説は物質と意識に関してこれと同様の関係を主張する。つまり、工場イコール物質、煙イコール意識として上の文章を書き換えるととなる。別の見方をすれば意識の世界で起こる変化にはそれに対応する脳の物理的科学的電気的な 変化が必ず存在するということである。上記が随伴現小説の主張である。随伴現小説は物理世界は物理世界だけで因果的に閉じていると考えるため、物理学との相性はおおむね良い。随伴現小説を採用するならば、物理学の思考方法を改変したり、否定したりする必要は、特になく物理学の思考方法と戦う必要性がない。 そのため科学的な素養を持っている人々からは受け入れやすい考え方となっており、例えば歴史的にはハクスレー、現代ならばチャーマーズやモテギ・ケンイチローなどが随伴現小説の立場をとっている。ただ、随伴現小説は二元論を前提としているため、今ある物理法則が全てで、それと異なる心的な存在などないと考える唯物論の一部とは相性が悪い。 随反言小説に関する問題点としては、次の二つがよく知られている。一つ目は次のようなものである。この考え方を如実に表したのが、哲学的ゾンビの話である。意識というものがこの世にある必要を問うという、哲学的問題につながるが、同程度に、必要のないものは、この世にいくらでもあるのであり、実用上の問題はない。もう一つの問題点はというものである。 随伴現象説によれば、意識、クオリアの世界から、物理現象の世界へ影響を与えることは、決してない。意識、クオリアの世界にある情報を、脳細胞は一体どのようにして仕入れてきたのか。この問題は、現象報告のパラドックスと呼ばれている。随伴現象説を忠実に採用するならば、すべてのクオリア及びクオリアの変化には、必ずそれに対応する。 物理状態及び物理状態の変化が必ず存在するわけであり、意識の世界だけで起きた反応というものは全く存在しないので、現象報告のパラドックスは存在しない。私たちが意識について語るとき、話し手の口が動き、空気が振動し、聞き手の鼓膜が揺さぶられる。これらはすべて物理現象であり、私たちが意識やクオリアについて、 語れているのは、意識の世界だけで起きた反応というものは存在せず、意識に対応する物理的状態の変動が必ず存在するからであると、随反現象説では説明するのである。英語の文章、ありがとうございます。